状態を言う。景気循環の考え方によって、一つの循環を二局面と四局面で分割する考え方があるが、二局面で考えた場合の景気交代期、四局面で考えた場合の交代と不況がこれに当たる。景気交代とは、常実の通り景気が加工している状態を言う。より状態が悪いものを不況と言い、一般的には、 こちらの方が馴染み深い用語である。さらに深刻な状態にあることを強行という。景気交代の定義は考え方によって様々であるが、日本の場合は明確な定義はない。その他、以下のような定義がある。経済学者のギュリアーノとスピリンバーゴは、アメリカのデータをもとに、若い頃の不況経験が価値観に影響を与えることを実証的に明らかにしている。 18から25歳の間に不況を経験するかどうかでその世代は価値観に大きな影響を受けるとしており、この価値観はその後年齢を重ねてもほとんど変わらないとしている。石橋炭山は不景気とは富の唯一の源泉である労働を有効に利用しないことを意味することから人間社会最大の罪悪であると述べている。ただし交代のみを言う場合もある。 AB リセッションブリタニカ国際大百科事典小項目事典2014ブリタニカジャパン欧州ではリセッションはどう定義されるか AB 大竹文雄、競争と公平感市場経済の本当のメリット中央公論新社中高新書2010年18ページ岩田菊夫編昭和教皇の研究東洋経済新報社2004年 85ページ、ありがとうございます。